水の里沢原から見た利根川。千葉県北部と茨城県南部はこの川を挟んで、結びつきが強い地域とされる千葉らき、あるいは千葉らき県とは、東関東の千葉県と茨城県の2県を掛け合わせた造語である。利根川を挟んで、伝統的に結びついた千葉県北部と茨城県南部の地域性を、地元住民が冗談めかしたことが由来とも、 千葉県内を実質的な生活圏とする、茨城県南東部の依存性を表したものともされる。千葉らぎと表記されることもある。旧日立国南部と旧下宇佐国は、利根川を挟んで、結びつきが強く、日立国の住民の居住地域と江戸時代より、商業の発展した、佐原や銚子との間は、水運で結ばれ、統括、陰馬地域を生活圏とする者も,もいた。 1871年、明治政府によって、廃藩地検及び、県の統廃合が行われ、現在の千葉県域、茨城県域をまたぐ形で、新張県と印馬県が成立した。やがて1873年に、印馬県が廃止され、千葉県が成立。1875年に、新張県が廃止され、利根川以北が、茨城県に、利根川以南が、 千葉県に編入されるなどして県域が確定した。また、明治時代末になり鉄道不設の機運の高まりと、共に、東渇、陰場地域は、鉄道で結ばれ、茨城県域も日本鉄道の路線と接続し、東京とつながったが、大正時代に発生した尾崎葬儀の際に、茨城県南地域は、千葉県域の農民運動の影響を受けるなど、依然として無視できない関係となっていた。 茨城県市は、茨城という造語はそうした、地域性の現れと記している。首都圏の人口増加に伴い、1950年代に、なると、千葉県東葛地域の松戸市が、1960年代に、入ると、同地域の柏市、阿孫子市及び、茨城県南地域の鳥出市が、1970年代以降も、牛久市、北相馬郡藤城町や殿町、龍ヶ崎市、 森屋市などにおいて、宅地開発が進められ、東京都心への通勤者が増えるなど、ベッドタウン化が進行した。加工地域は、霞ヶ浦、北浦によって分断された農村地域だったが、1970年に千葉県や東京都とを結ぶ国鉄化しませんが、開通すると千葉県との関係が強まった。平凡社間の世界大百科事典は、こうした背景の中で、 千茨城という俗称が生まれたと記している。発祥の時期については定かではないが、1960年代後半から1970年代初頭にかけて出版された茨城県史などの文献にはこの俗語が掲載されている。1968年に刊行された日本知事後茨城県栃木県関東総論によればこの時点でやゆ的意味合いを帯びていたとしている。 ただし同士では、三戸藩の支配の及ばない、日立国の利根川沿岸、下宇佐国、数佐国、下谷国、武蔵国には、ある種の同一文化圏を形成していたとした上で、今日、茨城県南部の利根川沿いの地域が、茨城県と言われたりするのは、野湯的表現であるにしても、歴史的に考えると意味なしとはしない。郷土性に拘束されない。 自由の気風が政治的風土の中に醸成されていたと見るべきかと記している。1975年に刊行された音川昌平編、新定日本の文化地理4茨城、栃木、群馬ではこの俗語の意味について茨城県に属しながら実質的に千葉県に依存していると記し、その典型例として鹿島郡羽崎町と対岸の調子市との関係を記している。 同年に刊行された木本摩擦部長の砂からの門下島開発ノーとでは、鹿島郡鹿島町の住民が、対岸の沢ら、尾身川、わ、調子を生活圏としていた歴史と鹿島、臨海工業地帯の開発問題を絡め、千葉川の行政関係者から、鹿島側に向けたセリフの中でこの俗語が記されている。 1984年に刊行された、常代田玲子著「町、浜の女たち調子聞き書きでは、羽崎町の住民が1962年に、調子大橋が加強される以前から都選を通じて、調子を生活圏としていた点を紹介し、古参住民の言葉として、我が人ともにたわぶれて、茨城県、とはよく読んだと記している。1980年代に入ると、東京を訪れる、 地方出身者を揶揄する目的で用いられるようになり、周辺地域をひとくくりにして、茨城群馬、ダサれた町原木、ダサれた町原木とも称された。千葉県、茨城県、栃木県の三県を掛け合わせて、千原木と称する向きもある。坂木原商事所の現代世相語辞典によると、千葉城群馬については1984年に、 毎日新聞市場で紹介されたのが書室としている。斉藤美奈子著の男性主探訪によると、竹槍、鉄出っなどの装飾を施した改造者を指す、千葉らき、仕様の俗称が登場したのは1983年から1984年頃だとしている。斉藤によると、1970年代後半のスーパーカーブームに影響を受けたやんちゃな若者が、 自動車免許を取得し始めたのがこの時期にあたり、彼らが自分たちだけのスーパーカーを追求した結果が千葉らき仕様だとしている。また茨城、千葉両県で限定販売されているマックスコーヒーも千葉らきコーヒーと称される。コーヒーの製造販売が始まったのは1975年のことだが発祥の時期は定かではない。この時期には対象を千葉に限定し、 赤抜けないといった意味合いを持つ、芋千葉、茶岩、ど千葉などの俗語があった。こうした風潮に対して、千葉大学教授の村山本英は、千葉は日本の南カリフォルニアと見立て、気候温暖で緑と太陽に恵まれた暴走は、若者やクリエイティブな職業に携わる人々が、思考するカリフォルニア式ライフスタイルを実現する、首都圏に残された最後の空間であると主張。 千葉県庁報道担当主査の渡辺清夫は、成田空港や東京ディズニーランドのオープン、放送大学の誘致、幕張メッセ構想の推進を例に挙げて、千葉は今や首都、東京にもないナウな顔を持つようになったんです。もい芋の千葉、あさり、落花生の千葉だけじゃありませんよと主張した。2010年代において、千葉らきという俗称は、 利根川流域のみを指すものではなく、両県の総称、あるいは都心部の住民が両県を一括りにして、扱う場合に使用される。また、ヤンキーの多い地域性や都市化の遅れた地理的特徴を指して使用される。2019年2月に公開された映画、飛んで、埼玉では、埼玉を中心として濃淡はあるものの、群田町原木と東京との対比が見られた。 前述のようにこの用語は、しばらぎと表記されることがあるが、その理由は、茨城弁の特徴にある。茨城弁には、家業、他行が、濁音になるという特徴があるため、茨城県民は、木と発音しているつもりが、他の都道府県民には、ぎと発音しているように聞こえるのだという。なお、語末を、木と読むことについて、茨城県民は、こだわりがあるが、一方で、 千葉県民は読み方にこだわりがないとされる。ありがとうございます。